街灯かな、これは。はい、というわけで今日はね、牛窓にやってきました。瀬戸内市牛窓という場所でございます。観光スポットもね、いっぱいあるんですけども、まあこの、まあ、岡山のエーゲ海かなっていうぐらい結構ね温暖な場所であって、リゾート地がね存在したり、する場所なんですけども、まあそれもね、昭和のバブル期の話であって、もう今は、完全にもうなんだろうな、そういうリゾート地、ペンションとか別荘とかは荒れ果てで、もう廃墟化してるんですよね。ちょっとね今日はね、あの関係の人からのね、話で、ちょっとリゾート地の廃墟があるということで、それももう30年以上前に、なんかすごい賑わっていた場所なんですけども、ちょっと今日そこに行ってみようかなと思います。というわけで目的地到着しました。ところにね、すごいレトロな感じの街灯かな、これは。相当古そうな感じでございます。もともとそのまあレジャーライフってことなんで、まあ貸別荘ペンションみたいなね感じだったんかなって思います。まあその今は完全にね、持ち主がいなくて住んでないという場所でずっと放置されてるよね感じなんですけど、このエリアにはですね、まあ似たようなね感じの場所がたくさんあります。よし、まあ、当然そのこの電気設備とかも、取られてます。もう中にメーターとか入ってません。
これは トイレだったのかな。倉庫だったのかな。ちょっと、自炊するためのね。内側にもありますね。これはトイレがつついてます。崩れてますね。まあ、この目の前にある建物と全く同じ作りだったんでしょう。ほとんどの建物は。でもまあでも本当にこんな感じで街灯も折れ曲がってます。
まあこんな感じでね、おそらくその当時はこの上からね、この目の前にあるね海をのぞ見ることができたのかなと思います。まあここの上でねバーベキューしたり、まあ、時にはね花火大会、花火見えるのかちょっとわからないですけど、まあちょっとねゆっくりできるスペースだったのかもしれません。もう完全にね廃墟化して、もうあとは本当に土に帰るだけのようなね状態のこの、別荘です。まだ残っていたということで、でこれがあったのがね情報によればね昭和40年ぐらいには、できていたということで、でもう本当にオープニングでも話したんですけど、おそらく40年ぐらいは30年40年ぐらいはね、使われてないのかなって思います。すごい雰囲気の中にある場所でございまして、というわけで今日は、こんな感じで終わろうかなと思います。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。